津田祐一行の公開図津田祐文化11年7月29日は、江戸時代後期の仙台藩の過去。49歳の時に嵐にあって、アリューシャン列島のウナラスカ島に漂流し、ペテルブルクで、ロシア皇帝アレクサンドル一世に越見した後、義兵、左平、王の重郎ら3名と共に、ニコライ・レザノフとクルゼンシュテルン率いるロシア発の世界、一周公開に同行する形で、 61歳で、はからずも日本人初の世界一周を果たした。遠距元もととし頃、前五郎の子として、仙台藩、浦戸諸島サブサワ島に生まれる。完成五年11月、仙台藩の洋木、米などを積んだ16人乗りの若宮丸の過去として、石巻から江戸へ向かう途中、塩屋崎沖で暴風に愛漂流し、翌完成6年5月10日。 アリューシャン列島東部のウナラスカ島に漂着した。その地で、ロシア人に助けられ、アトカ島、セイパベル島、アムチトカ島、オホーツク、ヤクーツクを経て、完成8年12月下旬に、イルクーツクにいたり、この地で、大黒屋高太夫と共に漂流した心臓に出会う。この後、津田井浦若宮丸の漂流民14名は、イルクーツクで7年間暮らしたが、 心臓の説得により、洗礼を受けた、全六をはじめとする四名は日本語学校の教師となり、何、不自由なく暮らしたのに対して、洗礼を受けなかった津田優ら十名は、役所から必要最低限のどうかが支給されていたものの、生活は苦しく、津田優は漁網を縫う仕事をし、他の者も漁師や大工の手伝いやパンを売り歩いて、ここをしのいだ。 このため漂流民たちの間で対立が激しくなり、津田ゆうら10名は、心臓とは親しく交流した反面、全6ら4名に対しては、憎しみさえ抱くようになった。なお、完成11年2月28日に、安倍義郎次が、イルクーツクで病死している。今日は3年3月初旬に、ロシア皇帝アレクサンドル一世への命令書が届き、3月7日に、イルクーツクを出発。 クラスノヤルスク、トムスク、エカテリンブルク、ペルミ、カザン、モスクワを経由して4月27日にペテルブルクに到着した。この旅の途中、乗り物酔いや病気などの理由により3名がイルクーツクに引き返し、ペテルブルクにたどり着いたのは10名であった。ペテルブルクでは貴族の館で艦隊され、5月16日に心臓の通訳の下で、 皇帝アレクサンドル一世に越見し、10名の内帰国を希望した津田優、義兵、左平、王の重郎の4名の帰国が許される。この後も一行は、気球やプラネタリウム、芝居見物など、ロシア側から様々な接待を受けた。そして、6月12日に津田優ら帰国組4名は、ロシア施設、レザノフ一行と共に、クロンシタット港に赴き、 ロベイ会社の持ち船ロシア施設船ナジェジダ号に乗船も目的としていた。ここで心臓と別れた。6月16日にナジェジダ号はクロンシタット港を出発し、文化元年7月2日にペテロパウルフスクに到着した。ペテロパウルフスクでは陸軍中尉トルストイハクなどと共にレザノフの通訳として同行していた。全六も下船した。レザノフは 全六を日本に連れて行くつもりであったが、全六の乗船により、ツタユーラ4名との対立が、船内に持ち込まれ、空気が悪くなっていると、ナジェジダ号船長クルゼンシュテルンが強く主張したためで、あった。ナジェジダ号は8月5日に、ペテルパウルフスクを立ち、千島列島沿いに、しばらく南下した後、本州東方から八丈島、薩摩の沖合を経由して9月4日に、 長崎に到着する。津田優は漂流以来12年目にして61歳で世界一周を成し遂げた。しかし、長崎に着いてからも津田優ら4名はすぐに身柄を日本側に引き取られなかった。そのため不安と、苛立ちから発病したものや自殺未遂を起こしたものまで出たが、レザノフと、目付、遠山影国が会見した後、 翌文化2年3月10日に正式に身柄が引き渡された。その後、4名は奉行所より尋問を受け、キリシタン収門の疑いが晴れた後、迎えに来た仙台藩主と共に、長崎を出発し、江戸へ向かった。江戸では仙台藩主座手修習に委員し、藩邸の長屋で大月玄卓、志村博史卿から、寛解異文編集のための聴取が行われた。 すべてが終了したのは文化3年2月下旬で、津田優ら4名は13年ぶりに帰郷を果たした。故郷のサブサーに帰った津田優は文化11年7月29日に70歳で亡くなった。日本人初の世界一周を達成したが、知名度は高くない。その理由として、一つには公式漂流記録、感慨異文の偏社である大月玄卓の彼らは、 無知な最下層の人間でいたずらに、ロシアを見分したに過ぎないという言葉が挙げられる。さらには、スタユーが先に帰国した大国やコーダユーに比べ、知識が乏しく、読み書きがコーダユーほどうまくなかったことも原因と言われている。近年では、吉村明をはじめとする作家や研究者らによって、少しずつスタユーに対する評価が上がっている。偶然だが、 日本人による二度目の世界一周である万円元連検米施設には記録係として仙台藩士の玉虫左大右が随行していた。ありがとうございます。